何の日でしょうか？忘れてるだろうなって思った。毎月祝ってるじゃん。今日は付き合ってから7ヶ月目だよ。最近いい加減になってない？どっちでもいいやって思ってるでしょ。一緒にお出かけしてる時も、だいたい YouTube かツイキャス見てるし。私の話より、推しの配信者さんが話した内容の方が覚えてるんじゃない？配信見ないでって言ってるんじゃなくて、もうちょっと、私のことも構ってほしいだけで。別に怒ってるわけじゃないの。ただ、ずるいなーって。すっごくニヤニヤしてたから。君をそんな表情にさせることができる配信者さんに、嫉妬した。ね、もう私にはドキドキしない？可愛いなとか、ずっと一緒にいたいなとか、思えない？最近好きって言ってくれないし、態度でわかるだろって言うけど、記念日くらいは言葉で伝えてほしい。記念日くらい、君の中の一番になりたい。明日からは、2番でも3番でも、それ以下でもいいから。月に1回だけでいいから、わがまま聞いてほしい。例えば？例えば、チューしてほしい。私からじゃなくて、君から。私のこと好き？もう一回言って。私も好き。ありがとう。わがまま聞いてくれて。